こんにちは。私があなたのお相手をするわ。さあ、私とインタラクティブポエムをしましょう。インタラクティブポエムとは、詩の上の句、下の句を二人の掛け合いでレンガのように詩を作っていくものなのよ。まず、私が詩を朗読するから、その後、あなたが持っている詩の中から上の句を私に読んでくださいな。私の気分で下の句を返して差し上げますわ。あなたは誰？私ではないあなた。あの人でもないあなた。もう一人の人。私とそっくりの。十本の指を持ち。私にはつかめないものを。ひったくり。あなたは誰？海に向かって。私に背を向けて。あなたは立っている。真夏の日を浴びて。あなたは見つめる。遥か昔。私の歩いたことのない小道が通じている。その小道に思い出のすべてを語るとしても、私の会ったことのない人がこっちへ走ってくる。その人があなたに向かってなんと叫んだのか。私は決してあなたになれない。その晩、あなたの目に映ったもの、こたつの上に同じ白い雲が浮かんでいる。海の向こうから届いた一通の手紙。あなたが愛し、あなたを愛する。それを私は知ることがない。たとえいつかあなたが私の一番の友達に。一番の友達になるとしても、だから私はあなたではない。あなたが私に思い出のすべてを語るとしても、私とよく似た二つの瞳で私に見えぬものを掴もうとする人。あなた、あなたは笑っている。白い歯をきらめかせて大好きなぬいぐるみを。ひったくり。あなたの息にドロップの匂いがする。こんなに近くにいるのに限りなくあなたは遠ざかり、宇宙人のような顔であなたは笑っている。どうしてそんなにも違うのか。あなたの鼻は私の花ではない。あなたの心は私の心ではない。あなたの履いている靴はいつどこで買ったのか。あなたをぶったとき痛かったのは私ではない。ゆうべあなたの見た夢はどんな夢だったのか。同じ白い雲が浮かんでいる。あなたの上にも私の上にも。あなたの見る海も私の見る海も灰色に
暮れていく。それなのに今この瞬間にも私はあなたになれない。私とあなたがいつか同じ一つの理由で涙を流すとしてもあなたの指の指紋と私とは違う。あなたの言ってしまった後、あなたの捨てていった、そして私は気づく。私がもうそのぬいぐるみを好きでなくなっていることに。私に嘘をつく人、私を嘲笑う人、私を苦しめる人、私もきっとあなたを嘲笑い苦しめている。私は誰？あなたにとって、同じ赤い血が流れている人、同じ言葉を話す人。それなのに私ではない人。もうそろそろ時間だわ。あなたとのインタラクティブポエム楽しかったわ。